フォックスはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優である。1922年、ミズーリ州、セントルイスに生まれる。その後、シカゴへ移住。1939年にラジオの素人発掘番組へ出演したこともある。1950年代に入ると、スタンダップコメディアンとして、キャリアをスタートさせ、歌手のダイナワシントンから誘われロサンゼルスを拠点に、ナイトクラブなどのステージで、 コメディアンとしての才能を発揮。1960年あたりからテレビへの出演を始め、ノンクレジットながら出演した夜が泣いているで映画デビュー。その後、1970年にはゴッドフリー・ケンブリッジ主演のアクションコメディゴッドフリー・ケンブリッジで役名もついて正式に映画デビューを果たした。1972年には シットコム、サンファードサンの主演に抜擢され、タイトルロールでもあるフレッド・サンフォードを講演。同シリーズには135エピソード出演した。また、同作品でのコミカルな演技が評価されて、1973年のゴールデングローブ賞のテレビ部門の最優秀男優賞を受賞している。その後も、1976年までに同賞には3度ノミネートされた。 1986年にはその人気から、レッドフォックスショーというテレビ番組も制作され、パメラアドロンやシンバトラが出演した。後のアフリカ系アメリカ人のコメディアンにも影響を与えたパイオニアとして知られており、影響を受けたコメディアンには、クリス・ロックやリチャード・プライヤーなどがいる。プライヤーとは、1989年に制作されたハーレーム・ナイトで、 エディマーフィラと共共演を果たしている。また、レイ、レイデアカデミー主演男優賞を受賞した俳優で、コメディアンのジェイミー・フォックスもレッドを尊敬する一人で、あり、苗字の綴りが、フォックスと一緒なのも尊敬するレッドフォックスにちなんだものだと、インタビューで語っている。これまで4度の結婚歴があり、3度目の結婚までは離婚に終わっていたが、最後に結婚した。 韓国系アメリカ人の過保長とは、ホックスの死による死別だった。1991年、当時出演していた、テレビシリーズ、ザ・ロイヤル・ファミリーのセットで、心臓発作で倒れ、そのまま帰らぬ人となった。68歳没、ありがとうございます。